はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということで、月が変わりまして、5月1日、日付変わった瞬間ですが、正面突破バチラ巡る、バチラの2体目が、新選手ガチャに登場ですね。ちょっと見てみましょう。進化するアシャーズはバチラ巡る、ピックアップガチャ登場と、自由奔放、ピックアップガチャ開催か自由奔放ドリブラー進化を遂げて登場だよということで、ドリブルの青スキル持ってて専用は、ドリブルの青トレーニングカード持ってて、専用スキルは空中エラ思考ですね。はいはいはい、新選手のここがすごい、成長率が 80% オーバー。あー、なるほど、リンちゃんとかと一緒で本体で輝く感じかな、これは。練習能力の所持数が他の星3選手より1個多い。サポートとしても1段上。なるほど、なるほど。まあ、フェーズ2に入ってインフレを加速させていこうみたいな、そんな感じっぽいですね。まあ、詳しくは、まあ、軽く見てみる感じでいいか。初回11連は無料だよということで、この後引きましょう。あ、まあ、詳細確認だけ見よう。でね、サポートにした時の金スキルだけはね、相変わらず見れないけど、そこ見れるようにしてほしいなというのはありますね。あ、強っていうか成長率がやばい。28の 5%、5%、35%、5%、5%。全部に成長率乗ってるし、スタミナとテクニックに、さらに成長率乗ってますよということですね。前のバチラは、テクニックとシュートだった気がするので、どっちかっていうと、本当ドリブルに寄せてきた感じなのかなというとこですね。で、ちなみにサポートで使った時の、練習能力としては、テクニックアップ、スピードアップと、練習時テクニックアップ、練習時スタミナアップ、さらにスペシャル練習率の発生、確率がアップ、スキルレベルも5上がるよと。で、正面突破の、固有についてはテクニックアップ 20% と練習試合ボーナス 60% ということで、まあ、練習試合ボーナス 60% もさることながらテクニックアップが、30% と固有 20% で 50% が最大上がるよということで、まあ、バチラと一緒に、ね、テクニックが上がる練習を踏めば、1.5 倍にそれだけでなるよということはなかなか良さそうですね。ほい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 。なるほど、なるほど。おっと、期間中1回限定ゴールデン、ラックガチャというのもあるらしい。運がいいと星さん2体出現。1枠限定抽選引き直し可能、無料で引き直し可能と、1枠限定抽選で10回まで無料で引き直し可能。ほー、そんなガチャも来てると。なるほどね。まあ、ゴールデンウィーク。一枠から、ああ、これはあれだね。初めの一歩とかでもよくあるタイプのやつですね。まあ、一体引けたら、2体分、ピースとかがもらえるよということですね。まあ、凸が2回進むっていうやつですね。はい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 。オッケーオッケー。そういうガチャも来ましたよと。さあ、じゃあ早速ちょっと無料分引いてみましょうかね。他にも、ちょっと待って。これが例のやつか。毎日1回挑戦可能。3000使う、運がいいと星さんが2体出現する。1連で10回まで無料で引き直し可能だよと。はい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 。本ガチャは、1連ガチャとなります。これ何 ?1 回3000って1は、あ、そういうこと？それは、それは、どうよ。あ、そういう話か。これちょっとどうだろうな。一旦保留だな。さすがに。さすがに一旦保留だわ、今のは。はあ、そうですか、そうですか。まあ、とりあえず単発無料から、引いてみきましょう。いけ。さあ、動画を撮ってる時の単発は最近運がいいが、さすがに、そんなに何度もは続かないですね。はい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 。まあ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 。ここは、よしとしましょう。じゃあ続いて、バチラのね、新選手ガチャ、初回無料の11連、これを引いていきましょうかね。まあ一応バチラの排出率だけ、ちょっと見てみると、3.5% 中の 1.4% ということで、
まあ、星3さえ出れば3分の1ぐらいで、出てくれるのかなというね、3分の1より高いか。そんな感じですね。まあでも、バチラとバチラ以外っていう2択で言うなら、バチラ以外が出る確率の方が高いわけだから、まあ、星3出たところで、新キャラゲットできるとは限らんですが、まあ引いていきましょう。まあそもそもね、星3出るかどうかがわかんないからね。さあ、初回無料分やっていきましょう。いきます。さあ、どうだろうね。これ、王様割り込みあるかなっていうかね、そろそろガチャ演出も他のやつ欲しいよね。なんか、バチラとかリンちゃんとか、あの辺のね、ガチャ演出が増えて欲しいなと思いつつ、玉の色が変わらない。あー、これはダメなやつだー。あー、でも読み込みある。星2バチラが出る可能性はあるのか。星2って追加されてたっけ今まで。いや、追加されてないか、これなんだっていうか、でも結局ね、フェーズ2入ってからね、読み込み謎に入るから、多分ダメですね。はい。ということで、まあ、スーパーチャンスが来ましたが、無料分に関しては空振りと。マジかー。そうだね。まあ、バチラはね、正直欲しいんだよね。欲しいんだけど、どうすかね。一応ね、初代バチラ、初期バチラがね、レベル70まで来てるので、ね、まあ、初期バチラは初期バチラでね、もうちょっとだなと思っていたところだから、ほんとね、なんて言うんだろうな、サポートキャラに関して、なんかね、自分の育成には使えるようにしてほしいんだよね。要するに、凪の練習でストライカー潔と主役の座潔使うのがダメっていうのはいいんだけど、主役の座潔にストライカー潔サポートで入れたりはできるようにしてほしいなというか、じゃないとね、古いキャラが本当に、活躍できる場がね、後の方を手に入れるとなくなっちゃうからねっていうことでね、バチラーも来て、3人目になったわけだから、そろそろね、なんかそこに関しては少しテコ入れしてほしいかなとかは思うんですよね。まあね、完全に、初期星さんがね、役に立たなくなったかというと、まあ実際ね、イサギとかの場合、ストライカーイサギのイーグルアイとか、まあパスカットのね、成功率上がるよっていうやつなんだけど、これに関してはね、ディフェンスキャラにはむしろハクビより、いいぐらいの方が欲しいなと思う場面もあるので、そうなんだよね。だから、オシャみたいにパスカット必殺技のやつだと、まあ、なんかイーグルアイの方が金スキルいいなと思うこともあるんだけど、それを踏まえてもね、やっぱり青トレーニング持ちだとね、やっぱ新しい方のイサギを選んじゃうから、結果的にね、初期キャラの被ってるやつが活躍の場を本当なくしちゃってるんだよね。だから、まあ、せめて、主役の座潔の育成にストライカー潔で使うのはありだよぐらいの、緩和をね、ほんとしてほしいなと思うわけですよ。まあ、それはね、ちぎりとかバチラについても同じことというか、まあ、要するに、サポートの中でキャラ被ってなければいいよっていう風に、ちょっと、後々のアップデとかでね、調節はしてほしいかなというのがね、本当思うとこですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、一旦これで終わりにしようと思うんですが、追撃、どうすか。ちょっとね、今回は新キャラチェックと無料ガチャだけ引くつもりで動画撮り始めてたので、一旦これで終わるけど、もしかしたらね、20分以内に、2本目撮り始めるかもしれんと。いうことで、あ、そう。ちなみにね、ランクマッチ先週ね、3位で終わっちゃった。悲しいね、これは。まあ、一言キープではありますけどね、ってとこかな。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。